さくらと夏休みの宿題。ともよちゃん、夏休みももうすぐ終わり。今日はこんにちは、さくらちゃん。ごめんね、また。いえ、ちょうど今着いた。じゃあ中に行こう。休みも、もやちゃんは読書感想文も、はい、終わりました。確か、課題図書で一番短いのって。とてもためになるお話ですわ。よし、頑張るぞ。一気に読んで終わらせちゃおう。歌物語の本を探すんですね、さくらちゃん。うん、私あっちを見てくる。じゃあ、私は向こうを見て。ありがとう、ともよちゃん。見つかる。はい。短いし、生き物とか大きいものは動かせん。困ったカードなんですね。早捕まえんと面白がって。ま、私もこのままじゃ。さくらならわかるはずや。でも目で探すんやない。相手は動いとる。そんなできる。集中するんや、さくら。の動きは早すぎて目で追うのは無理や。集中力が最高になればきっとやつを捕まえられ。さくらやったら絶対できる。わいは信じ。
しっかりせえ。やった、ナイスやさくら。しっかりせえ。やった、ナイスやさくら。これで終わったも同然なんやろ。ああ、え、な、うん、まったくはっきりせんかい。か宿題なんや、そうやったんか。そら早いとこやった。安心しや、わいも鉄道たるさかい。算数、ふんふん、絵日記と、ふんふん、自由研究と、ふんふん、工作と、読書感想文。ザクラ、え、ほとんど全部やない？そんなことないよ。自由研究と絵日記は少しやった。こら、遊びどころやないな。ザクラちゃん、ファイトで。はう。そろそろ夏休み。